ご紹介に預かりました岡本です、えー、今日はですねあの、インドネシアの政治について、まあ、ビッグデータを使ったあ選挙分析をやる人たちが現れているというところで、その辺からお話したいんですが、まさか私がこういうテーマ、進歩のテーマ、データから見る地域研究なんかで発表するなんてのは、全く想像していませんでした。 とと言いますともう先ほどセンター長からご紹介にあったようにです、ね、私は基本的にフィールドに行って現場に行って現場の人とインタビューをするあるいはそこからデータ収集をしていって分析をしていくということですねでとりわけ政治と暴力の関係みたいなことをやってきたわけですけれどもどうも最近ではそれだけではインドネシア政治あるいは東南アジア政治を十分に理解できないんではないかという。 危機感がありままししてててここううたデータ分析というといいろにも関心を広げていってますですから昔なんかですねこういう蛍光度を食べるような、まあ、マジックパワーがあるというねで食べても大丈夫とかですねこういう人たちですねこういう人たちを束ねるリーダーですね、まあ、言ってみると暴力集団のボスみたいなんですけれどもそういう人たちにインタビューをしながらそこから地方政治を浮かび上がらせるなんてことをやっていた わけですですから昨年なんかも選挙期間中じゃあこういった人たちはどういう形で選挙キャンペーンに参加しているのかということをしようと思ってある組織のリーダーにアポを取ったら OK と言って会えたんですけども、まあ、ミドルクラスが集まるようなモールでですね日曜日の昼にその人とアポを取って日本食でも食べたら喜ぶやろうと思って連れていったんですけどもほんな他にもたくさん連れてきてですねこの人たちと昼間から酒飲んでインタビューするみたいな、ね、そういう調査をやっていたわけです。 ただこうした組織のリーダーなんかも今ではビッグデータなんて言葉を使い始めてるんですね、これが驚愕したんですけども、それを意味するところがいまいちよくわからないので,です、ね、ちょっとアポ取らせてくれと言ったらです、ね、11月上旬にです、ね、一番強力な暴力集団のトップとナンバー2が、ズームでインタビューしていいよという話になってです、ね、<laughs> ズームでインタビューするというすごい時代に入ったなと思ってるんですけど、まあ、そんなこともやってる次第であります。 でですね、生のフィールドワークの限界というところなんですけれどもやはりオンライン空間が作り出す政治の重要性が非常に高まってきていてしかもそこから得られる情報量というのは圧倒的に多いということですね、まあ、さらに加えて言うならば物理的投稿が今のところ困難になっているということがあると。 そして今後もこうした状態必ずしも現地に行かなくても十分に情報が取れるような状況はあるという意味で新状態というのが起きてくるという可能性もあるということですねそうしたことからちょっとですね試みで、まあ、あの今後あり得る方向としては オンラインデータだけではなくてオンラインデータも使った政治分析ということをやっていく必要があるだろうということですねそうしたときにもデータマイニング専門家の協力は不可欠になりますただまあ今回の話はですねそれよりもですねむしろこうしたオンラインデータあるいはビッグデータあるいは AI あるいはマイクロターゲティングをしているような人たちこうした IT 専門家 このの人たちの政治分析一体どういう人たちがこういうことをし始めているのかということを見ていこうということになってそのお話をしたいと思います。 で、まあ、あのポイントは、まあ、イノネシアの、ね、社会科がもたらした新しい政治の特徴とはどういったものなのかということを昨年の大統領選挙を通じて検討するということですね。でそこを踏まえて今後一体地域研究あるいは政治行政研究というのはどうなるんだろうかということを考えていって少しだけ自分のプロジェクトを紹介するということにしております。こ、まあ、この辺のととは言わなくてもももいいと思い思ますけれども、まあ、あの東南アジアジ諸国でも インターネット社会というのは非常に進んでいてむしろ日本よりも進んでいる側面なんかがあるオンラインタクシーなんか非常に顕著に進出していますしそういうことから言うとむしろ東南アジアの方が進んでいる側面というのは非常にたくさんあるというふうに言えるかと思います。 でそうした中でまあ藤井さんとか小原さんなんかはアフターデジタルなんてことを言い始めてデジタルライフとはリアルライフプラスアルファであってむしろ今後はですねリアルライフがデジタルライフの一部でデジタルライフの発想がリアルライフを作っていくんだというようなことも言い始めているということがある。 そしてまあ全ての個人情報がユニークなアイ ID にタグ付けされていく社会になっていくだろうということであります。まあ、そしてこういうのをポジティブに見る人もいれば、ネガティブに見る人も出てくるような形でいろいろな本が今出てきていますし、いろんな論文なんかも出てきているわけであります。えー まあそうした中で,です、ね、政治的な局面を見るとあ本来社会になった結果もしかするとポジティブな民主化です、ね、地位・社会変容が起きるんじゃないかと予測させたのが、まあ、今でもなく2011年のアラブの春であったり台湾ひまわり運動であったり香港反政府運動であったりするわけです。 そういうのはまあグローバルな社会変革の兆候なんではないかということでその当時を分析していた人はそれなりに希望を持っていたわけですがそれが一気に変わっていったのが2014年以降であります春景平自身が新状態という言葉を使い始めましたし2年後にはトランプ大統領が選出されて今まさに新冷戦が本格化するのではないかというような状況になってきているということですね と同時にブレキジットそしてブラジルでボルソナロ大統領といったポピュリスト的な政治家が出てくるというようなことが起きてきてこのポピュリスト,リスト政治家の台頭あるいはポピュリズムというのは多くの地域で見られ始めている現象ということになりますそしてそうした時にオンライン面でのポリティクスというのを分析するというのは非常に重要になってきているということであります。 もちろんポジティブな変化なんかも多いんですけどもオードリー・ターンですね、の感染症対策のアプリなんか発明したりですね、そういうポジティブな面もありますし現在のタイの学生たちあるいは若者たち主導による反戦運動なんかもオンライン社会抜きでは考えられないというところがあるわけであります。ただですね、えー 大きく政治の状況を見ていると必ずしもポジティブな面がばっかりではなくて若干暗い面も多いなという気がありますそして最近ではオンライン社会が何をもたらすかユートピアをもたらすという意見が90年代80年代とかかなり強かったんですけどもディストピアじゃないかというような意見も出てきまして。 民主主義体制にある国あるいは開発国裁と言ってもいいかもしれませんがあるいは社会主義権ですと国家監視というのがますます容易化するような状況になりましたし民主主義体制を見ていてもですね国家の側が非常に監視をしやすくなってきていると。でインドネシアなんかも民主主義体制なんですけれども上局、えー、なんかは、えー 車のバーの中に機械をベラルーシからの機械を仕込んでいると500メートル範囲のすべての携帯情報は全部入手できるとかですねそういうことになっているわけですそうした中で有名になった言葉いわゆるポスト・トゥルース政治というものが見られるようになってきたということであります。 でこれはまあアクソードの辞典にありますようにその客観的事実ではなくて感情や個人の信念の方が政治的にはメリットがあるということであります。でこうしたポストトロス時代の立て役者ともなったのがまあ皆さんもご存知と思いますけれどもえこのれこれか。 ケンブリリッジアナリティカですねで、ここでちょっと私せっかくですから皆さんにというかオンラインで聞いてる方々に聞き,聞きたいんですけどもこのグレートハックというのはネットフリックスで見れるあのフェイスブックを告発するような元ケンブリッジアナリティカの社員がのドキュメンタリーでその本が告発でありますであここに出たんですけどもケンブリッジアナリティカについてのドキュメンタリーや書物を読んでみたことがありますかというのをちょっと今投票で質問してるんですけど 出てきました、ね。出ました。こっち見えないですか、私、ここでは。あそうですか、91%の人が見ていないということですか、これから増えてますが、どんどん減ってきてます。いやいい絵が多いんですかね。 ちょっとぜひ読んでいただきたいと思うんですけどマインドハッキングというのがつい最近出た本で訳もいいので,です、ね、ぜひ読んでいただければいいなと思うんですけどもこの組織が何をやっていたかトランプをサポートすると8700万人のフェイスブックのデジタルフットプリントを入手しましてそれに基づいて選挙戦を立てていくと一番 どこに投票するかわからない人に集中的にトランプに有利になるような広告を載せていくとですね、そういうことをやっていたということで有名になったわけですが他にもいろいろやっているわけですで。ここで先先ほどのあの先生の 内田先生のような心理学の分析も出てきていわゆるパーソナリティー誤因モデルというのを使ってです、ね、この誤因子を分析すればその人の投票行動が理解できるということですねでここで何をしたかというとここで重要なのはローカルな文脈先ほどのまさに内田先生が言われましたけれどもローカルなコンテキストの中で理解するというのが大事だということで彼らも地元に行って徹底的にインタビューもしてるんですねそれを踏まえてそこで触媒となりうる人間 この誤飲死モデルから神経症型と自己疼水型の人を選んでくるとオンライン上で認識してその人に対して対抗ナラティブつまりオバマ政権に対してそれにノーというような対抗ナラティブを作っていくそれを集中的にそのターゲットに投下していくことで彼の性格がどんどん変わっていくと。 それまでは単にノーと言っていたのが破壊的行動に出るようになるんだというモデルを作ってそうしたことを実際にやったと言います南アフリカの麻薬組織の中でそうしたターゲットを見つけてその人に集中的にその組織についてネガティブな情報を流し続けることでその麻薬組織が分断していったというようなことを言っておりますあるいはトリニダード・トドドバコ政府ですねその非互換これもひどいんですけれども このケンブリッジ・アナリティカは政府と提携を結ぶことですべての個人の私生活を覗き見するということをやっていたとここはまさに技術的優位にある先進国が途上国を自由に扱うというデジタル植民地主,主義があるんだなんてことも言ってますけれどもそうしたことができてきているということですねそしてさらに言っていたのは Facebook の「いいね」 これを見れば人間の行動を予測できるとでこういう論文が2014年ですかねコンピューターで判断した人間の行動予測の方が人間の判断よりも正しいんだと。 で10個のいいねを見れば職場の同様例も正しく予測できて300個のいいねをどこにのあのつけたかを見ると配偶者よりもその個人の行動が予測できるなんてことが言われ始めているということでありますこれ、まあ、がマヨスワーなんかもしれませんけど一応学術ロ文として載っているのでそういうことが言われ始めているまあ、こうした状況からしますと基本的に投票行動というのはかなり予測が可能なんだなという気がしてくるわけであります で一体こうした状況、これはまあアメリカを中心にアメリカ、イギリスを中心なんですけれども東南アジア、インドネシアといった地域ですね、そこではどうなのかということであります。まあ、これ、東南アジアなんですけど、どうなんですかね、ちょっと皆さんの中で東南アジアに行ったことある人、いますかね、先ほど内田先生はバリに行ったと言ってたんですけども、ここでちょっと質問をもう1個作ったんですが、乗りますかね、乗らないんですかね。32%が たことがあって68%が行ったことがないということでまあ、あの7割ぐらいの人が行ったことないですかねまあ、基本的に東南アジアで行くというと結構企業関係者の方はバンコクタイに行くことが多いと思うんですけれども、えー、少しずつこれからインドネシアに行くことも増えるんじゃないかと思います、えー、つい最近菅首相もですねベトナムとインドネシアに行きましたように日本にとってインドネシアとのはかなり重要な位置づけを持ってくるというところもあるからでありますまあ、人口的にも非常に大きいですし。えー 石油の単価が通る道筋にもあると。 そうした中で非常に日本人が懸念しているのはこのイスラム教徒がマジョリティ87%ぐらいを占めるんですけれども昨今そうしたイスラム教徒が保守化しているつまり厳格にイスラム法というのを解釈してそれに本と続いて生活をしていこうという発想が非常に濃厚になってきているということでありますそうした中で LGBT の人たちは猛烈な差別を受けていて死刑を出すような条例なんかもできるとですねそういうことが起きてきています で日本との関係は非常に重要なところであります、えーまあ、あのコロナ感染症について言えば全然拡大の止まる見込みはないということですねでここでの大統領選挙なんですけども2019年はこの2組のペアが選挙戦に出ました上の01が現職大統領で2番目がライバル候補でありますで基本的には2014年もこの同じ大統領候補が戦ってこれは2回戦ということになります 一般的には一番の現職の方が寛容社会の寛容性を重視多元主義を強調する貧困層出身であります川,端川,の道の川のそばで育ったような人なんですけどもそこからのし上がった人物であります。で一方、方番の方の候補の、 大統領候補というのはエリート出身で前の大統領の娘婿であったりしますで軍人で人権侵害の過去なんかもあるんですが極めてミリタントでイスラムの保守派から強く支持を受けているような人であります。 この人たたちが選挙戦で戦ったんででっんすねでこれは世論調査の結果で、まあ、2014年と19年で見ますと右側が14年でその時は接戦だったんですが2019年になりますと左側ですが赤が現職でも現象がかなり優位ということがずっと続いた選挙でありましたそういう意味から言うとですねもう現職かつから選挙戦分析したと面白くないやんということにもなりかねないんですけれど。 あのアジ,ケンジェトラー事件はです、ね、5年に1度のこの選挙で毎,年毎回レポートを出すんです、99年から、私もそれにずっと入っていて、なんか報告しないといけないんですね、そうしたときに、もう結果分かってるやん、面白くないやんじゃ論文にもならないわけですね、そうした中でどういうことを見ていこうかなと思ったときに、非常に重要な現象がビッグデータであり、AI であったということになります。 で買ったのは現職で予想通りであったということですけれども一番重要だったのはここでサイバー戦争というものが本格化していったということです。 で昔の選挙2009年頃の大統領選挙私も調べましたけれどもその時の選挙戦というのはテレビ広告がメインでありますですから私もポリティカルコミュニケーションを分析する場合にはテレビ広告を作ったアクターに分析あ,あっていけばよかったんですけれども2012年ぐらいからようやくサイバースペースが重要になってきてフェイクニュースそしてボットというものが出てきて。 あるメッセージを出すと自動的にそれに対してレスポンスとしていくロボットみたいなです、ね、そういうものがサイバー空間に現れてくるということになって2014年にはサイバーアーミーですねインターネット空間で徹底的に大統領候補をサポートするグループあるいは反対するグループそういう軍団というのができ始めたのが2014年ぐらいであります。 で、2017になるとさらにそれが激しくなっていって、2019年大統領選挙に続くということなんですけども、2019年になるとさらにいろんなことが変わってきたということであります。で、えー、まあいくつかのポイントを挙げますと、フェイクニュース疑わしいニュースというのがもう山ほど。 出てくるようになってまアメリカの選挙でもそうなんですけれどもそうした中で多くの IT 専門家とりわけバンドン工科大というですね有名大学の卒業生ここの人たちがポリティサイズされていくという状況になっていきますそうすることでサイバー部隊各大統領候補の選挙対策チームのサイバー部隊がエンパワーメントされていくとでそうした中でインフルエンサー ブ IT 専門家 IT 企業こういったものが非常に政治にコミットしていくような状況になってしまいましたそうした中でフェイクニュースが山ほどある疑わしいニュースが山ほどあるという状況の中で一体有権者の真の声は何なのかということが非常に分からなくなってきたということですねそうした中でその真の声を聞き分ける必要性があるそこで出てきたのがビッグデータであり AI ディィーーープラーニンンググそしててマイクロターゲテとということになってまいりますでフェイクニュース急増なんですけれどもこれはあの2018年8月から2019年4月までのフェイクニュース政府統計ですから本当にわずか氷山の一角でしかないんですけれどもそれだけでもですね月を追うごとに戦況が近づくごとにフェイクニュースが増えていってるというのが分かると思います。 でそうした中で,です、ね、あまりにもそういう情報にさらされるものですからジョコイ、現職大統領ですからが過人である誰もこれ嘘に決まってるんですけどもそれをあの聞いたことがある人は23%でそのうちの24%がそれを信じている全体の5.5%ですねそういう話とかです、ね、もう全くありえない話なんだけどもそれを信じるような人さえも生まれてきてしまっているという状況が存在します。 でサイバー部隊強化の特徴なんですけどもなかなかですねこれ影の部隊と呼ばれていてなかなか会えないんですよ。 で船体の表向きの人に会った時にこんなんやってんねんけどじゃあ教えてよい駄目っ,ってなかなか会えなかったんですけど裏の裏の手を通してようやく会えたんですけどもそうやっていくとこういうスクリーンの中でソーシャルネットワークアナリシスとか全てのオンライン情報を分析するようなことをやり始めているということであります。でそのチームなんですけれども左側がフォーマルな部隊のリーダーたちですねこっちは簡単に会えるんですけどもその間に1人いてこの人のもとでですね 多くはバンドンド大卒業生なんかが舞台を作る、フォーマルに4つぐらいあるんですけども AI 部隊というのを作って選挙戦分析をやっているということであります。このホッキーさんなんかも本当に会えなかったんですけども別のフォーマルなネットワークを介さない友人ネットワークを通じてようやく会えるということですねこういうことがありまして逆側も同じであります。 フォーマルな左側で右側が若干インフォーマルですね上の,この右側のインフォーマルなボランティアでやっている IT スペシャリストもうハッカーだってこと誰もが知ってるんですけどもあってインんビュと全くそんなことを言なくて極めてフォーマルなしか出てこないというですね、そういう状況があったりしたわけです。 でこの裏にはイスラム保守派の政党の人たちがインフルエンサーとなりブザーとなりこの候補を支持するようなオンライン情報を流し続けるあるいは現職に否定的な情報を流し続けるなんてことをやり続けているという人ですねもう24時間寝ずにやってるんじゃないかというぐらいやってたような感じがしますけれども。 でそうした結果、グーグルの検索でインフルエンサーっていうのがインドネシア語の検索でどんだけ書かれるようになったかというと2016年ぐらいから一気にみんなインフルエンサーって何やろっての調べ始めたというのがこのデータで分かると思います。でこうした中でこうしたビッグデータを使う企業なんかもたくさん出てきましたで一つ行ったのはインドネシア・インディケーターという組織ですけどもそこに行きますと当然大きなサーバーがあるんですけども基本的にすべての新聞、ラジオ テレビ、Facebook、Instagram のような SNS の情報は全部集めていっております。で、さらにもっと面白いビジネスが始まってですね、自分のアカウントを人気つけようと思ったら。 1000人のフォロワーを渡しつけれますよ、ほんなら500円払ってくれたら1ヶ月1000人フォロワーつけますよみたいなです、ね、そういうサービスをする企業なんかも現れてきて、まあ、銀行口座もここに載ってたりするわけですねで、海外のアカウントなんかももらえるということをフォロワーもつくということであります。でサイバー選挙の特徴なんですけれどもこれ、面白いのはです、ね、現職とライバルの選挙の戦略地上戦の戦略とサイバースペースの戦略かなり近い。 ということが分かりましたこれはドローンアンプリットという現地の NGO でソーシャルネットワークアナリストをかなり専門的にやっているところからもらったデータですけれども1番が現職で2番がライバル候補なんですけれども見ていただきますと現職の方がこうネットワーク。そうそうそう アカウント間のです、ね、ツイートリツイートの関係を線で表しているんですけれどもそれが分散しているというのが分かりますで2の方はかなり集中しているということが分かりますで下にインタラクションレートというのが左が3 4四で右側が 6. なんぼってあるんですけどもこれはツイートリツイートの頻度なんですけどもやっぱり右側が非常に頻度が高くなっているというのが分かりますそれは コアとなるメンバーの人たちがその中でツイート・リツイートをやりまくっているという状況に対して、えー、現職の側が中心がバラバラいくつもありますねで分散的な形でいろんな思想を持った人たちが現職を支持しているというのがここからわかると思います。でこういうのはですね、えーまあ、文字で集めるとこういう形になるんですけれども、えー、地上戦でもこうしたことが言えるということになってきます。 でサイバー戦争のポイントなんですけれどもやはり一番重要なのはですね、ネチズンの注目を獲得することということですね、そうすることで嘘も事実になる、そして固定観念を強化していくということであります。それでですすかかららブラックキャンンペーンも明らかな嘘ですねジョコは 共産党員でキリスト教徒で LGBT を合法化するんだみたいなことを、ボンボンボン流し続けるということですね、あるいはネガティブキャンペーン、こちらは嘘じゃないけども、候補者にとって不利な情報、ライバルの候補は家庭崩壊している、離婚してるや、こんなんが大統領になれるかみたいな、ですねそういうとが人権侵害したと、ぶわっと流し続けるわけです。 でポイントがありまして、このハッシュタグ、ガンティープレジデン大統領2019年、かよっていうハッシュタグがあるんですけれども、これ、非常に人気が出たんですけれども、これも見てみますと、ですね、1回ツイッターで出ると、大体5日で寿命が終わると、3日でピークに来て、その後しぼんでいくというのがトレンドなので、どうするかというと、もうしぼみ始めたら新しい話題を作るとか、いろんなイベントやって、もう一回このハッシュタグを上げるみたいな選挙戦略をやっていくということになります、えー。さらにですね、えー ネガティブな情報が出てきたらライバル候補は迅速にそれに対して対応しないといけないとでプラボーっていうのはあのライバル候補ですがあんまり経験のイスラムじゃないと呼ばれていてこの人どこで礼拝してんのみたいなツイッターが流れるわけですそうすると非常に不利になるということで突然全く関係ないテーマ壊れた投票箱が中国から送られてきてるこれ港にあるよどうなってんのって情報が流れてきてみんながそっちにバーッと情報あの関心が移っていってそ、えー、らされていくとかですね、えー、そういうような戦略 でこの女優さんなんですけれどもこれもひどいんですけれども、えー、ライバル候補の支持者熱烈な支持者なんですけれども現職の候補者の サポーターから空港でボコボコにされてこんなになったって左で言ったんですねで、それがうわーってなって現職に対してすごい非難の声が上がったんですけれども、えー、そしたらだったんですね、美容整形手術してたんですね、これ、ね <laughs> えー、それで情報をそんな勝手に自分で流したんですけれども、えー、そうすると今度は逆にライバル候補がひどい、こんな嘘の情報を流してということで批判が高まっていったんですが、そこで全く違う言説。いやいや ライバル候補さえも実は騙されてライバル候補はかわいそうなんだという現象情報がぶわっと流れていくということですねそうしたことをやっていくようになりましたでライバル候補は先ほど言いましたようにイスラム保守者の人たちが非常に熱心に支持していますその一つのアカウントラジャプロワというのがあるんですけどもここのこれも一つ核となっているハブとなっている人ですけどもインフルエンサーなんです 何人かが1つのアカウントを共有してるんですけどもこの人が非常にゲライバルに有利な情報をポッと流してオーラみんなこれをツイートしろリツイートしろと言うわけです。ほんで「ランキングナンバー1にするんだ頑張れ行くぞお」みたいなことを言ってです、ね、ナンバー1にしてていくなんてことをやっていくということをやっております。 まあ他にもインフルエンサーを取り込んでこの有名な女優歌手1000万人のフォーライすねこの人を取り合ってましたねライバル候補と現職をライバルが取ったんですけどもこういうことも起きるということですねまああの他にもーブザーーあるメッセージをひたすら流し続けるような人こういうボランティアやアルバイトもありますし先ほど言ったようなフォロワーファクトリーフォロワーをービジネスとして売ってくれるような会社なんかもできてきているということになります。 私もこういう会社の人にインタビューをしたことがあるんですけどもかなりいろいろ教えてくれるんですがどっちの候補をサポートしてるか絶対言わなかったんですけども見せてくれた写真見たら一目瞭然なんですけども、まあ、あのそういうことをやってる人なんかももうほんまに金でやってるわみたいなことを言ってましたけどもそういうことをやってると。 で生身の人間が本当にその文章を読んでツイートしているのかどうかというところでロボット、もうそのあるアカウントから出たのは自動的にツイートするっていうロボットがあるんですけどもこの中でも優れたロボットが出始めていてちゃんと文脈を理解してそれに沿ったあのツイリツイートをするようなことも生まれてきていてどんどん何が本当の人間のツイートなのか分かんなくなってきているという状況になってきています。 結果として、船体にとって重要問題になったのは真実はどこにあって有権者の本当の声はどこなのかということでビッグデータマイクロターゲティングということであります。でこれは事例4つほど調べたんですけどもこういう巨大スクリーンがある家にあってそこで常にデータを見て分析しているということであります。でここは先ほど言いましたようにオンラインの1000以上のメディアの情報をオフラインメディアも全て情報を集めていくということをやっていまして フェイスブックツイッターインスタグラムの情報収集もし続けているということでありますで AI による機械学習を導入して投票行動も予測して選挙の始まった投票の始まった3時間後には予測してそれが当たったということを言っておりましたでさらになぜか本当かどうか分からないですがツイッターとインスタグラムと提携して200万のユニークなアカウントをサンプリングとして獲得してその人たちのデータに基づいて投票行動を予測するということをやり始めているということですね それからチーム間のコミュニケーションは WhatsApp でやってますからそのグループ内に潜入していくということもやっているということであります。で、まあ、この辺はちょっと飛ばしまして何をしているかと,と毎日毎週一体オンライン空間で何が語られて何をしたらいいのかということをずっと大統領側にこういうデータを与え続けていたということであります。 でもう1つ面白かったのはあのこのバンドン工科大卒業生の人なんですけどもあらゆるデータを今、収集しています99年からの投票所レベルの選挙行動分析音楽、市場12カ所のインドネシアの12カ所のマーケットの値段の変化を毎日集めるところですね。 で彼が前回先昨年プレゼンしたんですけどもインドネシアって何言って聞いたらこのデータやっていう形であのインドネシアをデータでしか見ていないっていうんですかねでこのデータを使えばオンライン上でもインドネシアっていうのが分かるんだということを言いますそしてそれに基づいてマイクロターゲティングをするということですねそれがコロナという AI 名が持ってる機械,が機械ですね、A、パソコンなんですけどもでそれで何をしたかというと 現職大統領がある村に行くとそうしたらその時に一番効率的なメッセージは何かというのを AI に判断させてそれを現職大統領に伝えるそうするとこういう形で行く地域ごとに彼のメッセージは変わってきてその地域で一番受けるものを言えるようになってきたということを言っております。もうううすすすぐ終終わわりりででねね分21秒ああ素晴らしいですちょうど終わりそうです、ね 最後のまとめになるんですけれどもこの2019年の選挙を見ていきますと IT 専門家ですねこれが非常にポリティサイズされていたということと同時にいわゆる事実の複数化っていうんですかね そして真実が何なのか分かんなかかいとで究極的に言うと3日ぐらいでも、えー、現職に有利なあるいはライバルに有利な情報が流れればいいということでそういう情報がどん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 流れていってそのトレンドも、まあ、先ほど言いましたように5日でピークを迎えてしまうというような状況になってきているということであります。 で結果としてです、ね、アメリカでは社会の分断が進んでいるという話があるんですがインドネシアで本当に分断が進んでいるかどうかというのはまだ、えー、判断しかねなくてインドネシアの研究者あるいは現地のジャーナリストなんかはオンラインの,この選挙政治の結果社会の分断が進んだということをよく言うんですけれども別に客観的なデータに基づいて示しているわけではないのでですね そこまでは言えませんがオンライン空間だけを見ているとどっちを支持するかということで明確な分断が起きているということは分かるという気はしますこうした状況を考えていきますとこれまでの政治研究というのはよくても世論調査ですね。 これに基づいて投票行動を見ていくとか政党支持を見ていくということだったんですけれどもこうした AI を通じた選挙分析なんかをやる人たちが選挙対策本部の中にいるということですねそこを踏まえた研究をしなければ一体起きている今起きている政治がなぜ起きているのかをちょっと説明できなくなってきているという可能性もあるんじゃないかという危惧があります。 ただ問題はですね先ほど AI を使って分析している現職のチーム4つか5つぐらい4つぐらいあったんですけども絶対アルゴリズム分かかないでですすよねですから彼らがどういう理由でこの候補あのあのこういうアドバイスをするのかそこのところが見えないんですね。 見せてくれたってこれ企業秘密ですから絶対見えませんからそこが不可視なままというのが非常に問題だという気はしますしかも膨大なデータを使って選挙分析をやり始める中で1回の研究者がどうやってそれに立ち打ちできるのかというです、ね、そういう器具なんかも感じるところでありましたこれが私の2019年大統領選挙の話でその後何してるかというとじゃあ一体自分でも何,何かやってみようということにしまして えー、ビッグデータ、まあ、600万の自治体の政策に関するツイートこれを今集めておりますそして最もツイートされる自治体35自治体を選んで、まあ、インドネシア500か600ぐらいあるんですけども自治体そこからと最も頻繁にツイートされる自治体35個選んでそこでのコロナ感染症対策に関するツイートなんかを見てそこで、えー、まあ なんね、ポジティブな言葉とネガティブな言葉で分けていってどういう人が評価しどういう人がネガティブに評価しているのかというのを見ていって。 最終的にはそれをフィールドワークとくっつけていって実態として現地で活動している人たちでどういう人たちが例えばコロナ感染症対策で活躍しているのかというのを照らし合わせて辞書研究とオンライン分析を重ね合わせてじゃあ一体何が言えるのかということをやっていこうという気を今しております。 ただ日本国内だけでも忙しいので,です、ね、IT 専門家の方でインドネシアに興味を持っていくる人って本当に少ないという気がしてもしいたらぜひ一緒にやれればと思います以上です。